福本大成さんが A グループを突然脱退しました。福本さんはテレビ番組やグループのレギュラー番組の出演を取りやめ、雑誌の予定も変更されました。福本さんはコンプライアンス違反の疑いがあり、調査の結果2023年12月30日付でマネジメント契約が解除されました。詳しい理由については公表されていません。 A グループはラジオ番組関西ジャニーズジュニア A グループの M バスストップヤングタウンの2022年3月23日放送会にて、福本大成さんと草間リチャード啓太さんが出演し、当時大学4年生だった福本さんが大学卒業を報告しました。また自身の家にメンバーの大島健さんが遊びに来た際のエピソードも披露しました。しかし一部のファンからは、会話の中で浮き彫りになった福本さんのプライベートに関して懸念の声が出てしまいました。上智大学を卒業しているスノーマン、阿部亮平さんが率いるジャニーズクイズ部の一員でもある福本さんの行動について、ファンの間で様々な憶測が広がっています。福本さんはこの日のラジオで、大春くん、大学卒業できましたかとの手紙が届き、大学卒業決まりましたと自らの口で発表しました。3人が全員卒業して社会人になることで仕事に集中できる狙いがあったそうです。福本さんは卒業が判明するまで非常に緊張していたようで、アキラはじめが2年生の大学を選んだから私たちも絶対に卒業しなければならないというプレッシャーがありました。アキラはじめと大島が卒業が決まっていたのに、福本さんだけまだ決まっていなかったので大学の制度的な問題で遅れていたそうです。それでも福本さんは、今年はみんな卒業するからと述べていたので本当に心配していたようです。福本さんはワニブックスの特別付録のステッカーが関西ジュニアのステッカーだと告白しました。彼はステッカーを全部貼られたことに不満を示しました。草間さんがそれを受け流すと、福本さんは恥ずかしいと思うと述べました。そして見つけた時どういう気持ちだったんですかという質問に対して、福本さんはうん、驚きましたねと答えたと報じられています。この騒動により福本さんの女性関係に対する注目度が高まり、今回の一人暮らし疑惑にもつながったのかもしれません。ネット上では、あれで私ってわかるのという声や会話が確認され、両サイドからの意見が対立しています。あれは大晴の声だよ、大晴を擁護するわけじゃないけど、声が似てる人なんて世の中にたくさんいるという意見が出ています。二度目の騒動は2021年3月23日にニュースサイト文春オンラインがスクープした横野すみれさんとの密会です。個室居酒屋での食事や映画鑑賞を経てビジネスホテルで一夜を過ごしたと報じられ、距離をとって歩く二人の姿などが複数枚の写真として掲載されました。実はその6日前、横野さんは関ジャニ∞の横山優さんと京都のホテルに滞在していたとも報じられ、ジャニーズファンは騒然となりました。横野さんは5月23日に NMB48 の活動辞退を発表しましたが、横山さんと福本さんは特に処分を受けることもなく、スルーを貫き続けています。福本さんはテレビ番組や雑誌にも影響が出始めています。福本さんは今月首の特番池上彰の関西人が知らない関西にゲスト出演することが決まっており、退所発表以降も番組公式サイトには名前や顔写真が掲載されていました。少なくとも1月4日の午前9時の段階では何も変わりはありませんでした。しかしその後、番組サイトから福本の名前や写真が消え、カンテルチャンネルの予告動画でも福本が全く映っていません。ゲストが横並びで座っていた場面もハイヒール、リンゴの隣にいた福本の姿は見当たりませんでした。以前の予告動画はすでに非公開になっているため、本放送で
福本の扱いに注目が集まります。ジャニーズに詳しい記者によると、 A グループのレギュラー番組の公式ツイッターアカウントは5日の午後3時台に番組休止のお知らせを掲載しました。福本さんの件を受けて番組の今後については未定で、当面の間休止いたします。決まり次第こちらの公式アカウントでお知らせいたしますとアナウンスしました。お待ちいただいていた皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご理解いただければ幸いです。また演劇情報誌ステージスクエアの連載は未定ですが、決定次第対応いたします。現在発売中のボル66に掲載されている内容から変更がある可能性がありますので、ご了承ください。さらに女性ファッションシステディの公式アカウントも同時に投稿し、3月号の表紙と12ページ台特集が A グループの正門義則さんと末澤誠也さんになることをお知らせしました。2月号で予告されていた内容とは異なるのでご注意ください。この状況に対して A グループのファンたちはネット上で様々な意見を述べています。大君をテレビや雑誌で見ることができなくなるのは辛い。6人で表紙を飾る予定だった雑誌は撮り直しになるのかな。影響が広がっているんだね、といった声があります。さらに、SNS では憶測が飛び交っており、福本大成さんはコンプライ違反により即クビ、当日契約解除になったと言われています。犯罪関連や未成年関係が関わっている可能性もあります。もし、コンプライ違反の理由が薬物などの個人的行為であれば、旧ジャニーズ事務所、スマイル UP が発表した当該関係者のプライバシー並びにご意向を尊重という文言には当てはまらないのではないかと考えられます。福本大成さんのコンプライス違反は飲酒運転でのひき逃げ事件ではないかとも言われています。 X にて12月31日に飲酒ひき逃げですよ。福本大成さんに関するデマ情報が広まっています。また1月1日に福本大成さんを目撃したという情報もありますが、真偽は不明です。飲酒ひき逃げではない可能性も考えられますが、詳細はわかりません。彼は闇スロットをプレイしており、闇スロットが原因である可能性も指摘されています。 SNS では多くの不安の声が広がっていますが、 A グループは福本さんについての事情説明がないことで非難を浴びています。メンバーそれぞれの心境も心配ですが、応援しているファンにとって、そしてスマイル UP の今後のためにも明確な説明があると安心できます。今後何かしらの発表があることを期待しても良いのでしょうか。今後の情報に目が離せません。ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは、次の動画でお会いしましょう。A グループのレギュラー番組、THEGREATESTSHOWNEN が、当面の間放送を休止することが明らかになりました。福本大成さんのコンプライアンス違反疑惑が発覚し、所属するスマイル UP がマネジメント契約を解除したためです。